クーマメ、学名、クミシアは、甲殻類の一分類群である。クマメとも呼ばれる。フクロエビ、上目に分類されている点では、頭脚類、短脚類、アミ類等に近い分類群である。クマはギリシア語で、ナミ、タイジの意である。これは、甲殻類の分類を行っていたアンリミルニエ・ドゥアールが1840年にこの、甲殻類を調べ、 10脚目の妖精型とみて、クナ・オーダウニーと命名したためとされる。その後この分類群が放乱することが判明し、10脚目とは、独立した分類群として認識されるようになった。英語での総称は、フーデッド・シュリンプ、フードを被ったエビのイダが、エビを含む10脚目は、本エビ上目であり、やや遠縁である。丸みを帯びた、東胸部と細長い腹部を持つ。 腹眼は、無柄で小さく、頭胸部の前に二つ近接してついている。生体のオスは、触覚、胸部付属死害し、腹眼が発達する。一方、メスは左右の足の間に卵を抱える、育児脳がある。体長は、ほとんどが、数ミリメートル程度だが、北大西洋産のジアスタイリスグッドサイアリーは、体長35ミリメートルに達する。 日本最大種は体長18ミリメートルに達するヘテラキュマサルシミアーズ1879で、これは西日本沿岸からインド太平洋段階域に広く分布する。全世界の海に分布する海生甲殻類だがカスピ海にも生息する。波打ち剤から水深7000メートル以上の深海まで種類によって住み分ける。昼は海底に潜みながら デトリタス等を接触し、夜に腹部を使って、水中を遊泳する。メスは交尾後に産卵し、受精卵は、メスの育児脳に抱えられ保護される。子は、ノープリウス養成期を育児脳内で過ごし、カ化陽マン化という形態から親を離れて、単独生活に移る。成熟までの期間は種類によって異なり、一年、数年ほどと考えられている。人間にとって、 直接の利用価値はないが、他の甲殻類、頭足類、魚類等の餌となり、食物連鎖の上では重要な位置にある。8から11か、1300種以上が報告されている。日本産クーマ類は、ガモウシゲオによって、多くの新種が記載されている。ABCDE ガモウシゲオ、クーマ類について、甲殻類の研究、73から90。 1963年11月3日日本、工学類学会、内田通る監修、学生版日本動物図鑑1948年、初版、1999年10版北竜館、ISBN48 億3260万427、宇海富士夫、西村三郎、鈴木勝美、エコロン自然シリーズ海岸動物1971年、 発行、1996年改訂版 ISBN45 億8632万1059、AB 三浦智之、日型の生き物図鑑2007年。南方新社 ISBN9 兆7848億6124万1390、海と生き物宮崎と南九州の自然 G& アンダーソン、組視屋クラシフィケーション。 パラカリダ・タキサ・アンドリ・テラチワ、ユニバーシティ・オブ・サザン・ミシシッピ・ーハット・ワームス、ワールド・レジスター・オブ・マリーン・スピーシーズ・クミシア。ありがとうございます。